固い頭を持ちますこの男、泉田純が入場してまいりました。マサオ泉だ、特別試合シングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。マサオ青コーナー295ポンド泉だジョーズ、赤コーナー240ポンド井上マサオ、今ゴングが鳴りました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。打ち込んでまいります。行くのか、コーナーに振った、カウンターで返します。強烈に締め上げてまいります。ロープブレイクであります。組み合います。ボディスラム、掴みます。ハンマーを振り下ろします。腰を落とします。ストマックを狙ってまいります。組みに行きます。リング上はヘッドロックの体勢、こういう打撃系の技はね、そりゃガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受けるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね、そこがレスラーの凄みですよね。そうですね。ブレンバスター、さあ山梨が生んだ故郷の星でありますこの井上正男、タイツに描かれた星のマークは自身が尊敬する同郷の英雄に捧げるものであります。さあその井上が安定感抜群のプロの試合運びで我々を魅了していく構えでありましょうか。ロックアップ、巻き投げで切り返します。小脇に抱えます。さあバックドロップだ、肩をつけます。ロックアップ、フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを落としてまいります。抱えます、させません、簡単にはいきません。抱えます、打たせません、振りほどきます。掴んだ、ヘッドバット、掴んだ、フロントキック、そのまま足を決めていった、ロープブレイク、ロープブレイク、モンゴリアンチョップ強烈、張り手、組み合った、ロープに振った、ショルダータックル、なぎ倒し、もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちで行くしかないですよね。はい、あと逆に投げていった、ガジェット組み合った、起こした、あと逆に蹴っていった、首根っこを掴んだ、頭突きを打ち込む、
ブレンバスター行くのか、ブレンバスターで切り返した。抱えた。あっと、ショルダー、不在か。ほっと今、カウンターになりましたよ。ブロック状況か。すごい顔で打つ。ヘッドでいった。強烈ヘッドバット。頭を掴んで強烈ヘッドバット。頭突きを打ち込む。担ぐか。させません。エルボーで返す。ラリアット強烈。掴んだ。蹴り上げていく。バックに回った。丸めていく。岩壁の母の胸に抱かれました。いけるか。あっと、ネックブリーカードロップ。うまく切り返した。ラリアット左腕。腰を落とす。バックフリップ。引き起こす。バックを取って、バックブリーカー完工。10分経過、10メレッツゴール。担ぎ上げるのか。バックフリップ強烈。担ぐか。さあ、渾身の力で締め上げる。これは完全に入ってますよ。すごい音がした。逆に振り返して、あっと、後ろに投げ捨てていった。腰に手を回した。あっと、